日本郵便関東支社は2日、栃木県の大田原郵便局で配達を担当していた40歳代の男性社員が、計770件の郵便物と荷物の配達を怠り、隠匿していたと発表した。同支社は10月28日付で社員を懲戒解雇とし、郵便法違反の疑いで刑事告訴を検討している。発表によると、男性社員が担当した郵便物が10月3日、配達先とは別のアパートの郵便受けに大量に詰め込まれているのが見つかった。同支社が調べたところ、男性社員が複数のアパートなどの郵便受けに、2018年4月頃、今年6月頃の配達分のうち、郵便物154通と荷物616個を入れていたことを確認。他にも未配達の荷物や郵便物が計約40件あり、同支社が調査を進めている。男性社員は、配達が遅いと思われたくなかったと話しているといい、同支社は、被害を受けたお客様に深くお詫び申し上げると陳謝した。